千代田は日本海軍の三等巡洋艦。艦名は江戸城の別称に由来する。千代田の艦名は明治初期の千代田型に続いて二代目。本艦はフランスで建造、巡航した防護巡洋艦ウネビが日本への開港中に行方不明となったため、同艦の保険金を原始に代艦として建造された。日本海軍からの要求使用をもとにルイエミール・ベルタンが 基本計画をまとめ、イギリスのトムソン社で建造された。類別等級が制定された時には三等巡洋艦に類別。日清戦争では公開海,海戦の勝利の原動力となり、日露戦争に参加した。旧式化により、1912年8月28日筆で二等防艦に類別変更される。第一次世界大戦にも参加した。 1921年4月14日、水雷母艦に類別変更。翌年、軍艦席より除かれ、潜水艦母艇となる。1924年12月に特務艇席より、除かれ練習船として運用される。1927年に廃船とされ、実艦的として処分された。本艦は、原則走行を持つことから、日本初の走行巡洋艦として扱われることも、 あるが、その走行範囲は、水線部に帯状の狭い代物で、イギリス海軍のオーランド級巡洋艦と同じくベルテッドクルーザーである、と中川務は述べている。また、海軍軍備遠革では航行隊巡洋艦としている。方向として、アームストロング社の4.7インチ速射砲2門を初めて搭載した。艦の構造を、 全部から記述すると、水面下に昇格がつき、水線部に35.6センチメートル、水中魚雷発射管一門がつく艦首、艦首艦板上に、主砲の12センチメートル速射砲は棒立てのついた、単装砲がで一機、頂上部に見張り書を持つ、短脚式の全部マストが立つ。その背後に、両脇に船橋を持つ操舵環境が配置され、 船体中央部に一本煙突が立つ。その周囲にはキセル型の通風塔が立ち並び、空いた場所は関西堤置き場となっており、関西堤は日本一組のボートダビットが片煙四組で、計八組により運用された。煙突の後方に中央マストが一本立ちその左右の原則に代償様々な張り出しが設けられ、そこに十二センチメートル速射砲を片煙4機を配置し、 挟み込まれるようにその間に4 7トル速射砲を3機配置した。後部甲板上に後部マストと1 2トル速射砲が後ろ向きに1機が配置された。防水区画と角質が計84あり、間接防御が向上していた。竣工1年ほどでボイラー燃焼灯に追加する場所が出て、支柱を立てて押さえており、最終的には、 上気圧を下げて運転していた。計画要目は以下の通り。1888年9月27日、日本海軍はイギリスで、建造の巡洋艦をちよだと命名する。12月4日、本館はイギリス、グラスゴーのトムソン社で寄港。1890年6月3日、浸水。同年8月23日、第一種と定められる。 1891年1月1日、春行。日本に開港され、同年4月11日、横須賀に到着した。日清戦争にあたり、従軍記者として、国木田独歩が上官した。公開海,海戦、大連、旅順、異海へ、宝庫島攻略作戦等に参加。1895年2月26日、千代田は露革した申告巡洋艦。 公平と共に、異界へを出発。三月五日に、栗駅島、国木田も大館した。千八百九十七年から翌年にかけて、五蔵戦勝で主艦を、ベルビール式石炭戦勝水管艦,艦に換装した。また千八百九十八年に戦闘賞が取り外された。千八百九十八年三月二十一日、日本海軍は軍艦及び水雷艇の類別等級を、 制定、3500トン未満の巡洋艦を、三島巡洋艦と定義する。当時の日本海軍在籍艦5隻が三島巡洋艦に、類別された。同年、米西戦争により邦人保護のためマニラに派遣。義和団の乱では1900年10月から12月に、かけて、大湖、芝生方面に派遣された。日露戦争に際しては、二川沖海戦、旅順攻略作戦、 日本海海戦、カラフト作戦等に参加。1904年7月26日、旅順砲撃中に、小平島沖で触雷して損傷し、戦死者7名を出す。9月から翌月にかけ、横須賀交渉で修理を行った。1909年9月大修理。1910年5月中旬、千代田は、宇品へ開港。 二月神社三百年祭に関連して5月15日から18日まで一般公開された。1912年8月28日、官邸類別等級表の改定により、本館は二等解防艦に類別変更。第一次世界大戦では、新田を攻略戦に参加。さらにマニラへ派遣され、中国沿岸水域の警備に従事した。 1919年6月から翌年3月にかけて、呉海軍交渉で潜水母艦に改造、大穂柱が撤去された。千代田は1921年4月14日府で、海防艦から水雷母艦に類別変更された。1922年4月1日、千代田は軍艦席より除かれ、艦艇類別等級表からも削除された。 千代田監修の喫下文章も返納された。千代田は特務艇に編入、潜水艦母艇となる。1924年12月1日特務帝席を除かれ雑役船に編入、練習船に指定され、海軍兵学校付属となり、12月6日より1926年10月1日まで海軍兵学校の練習船を務めた。百二十六年十二月二十日、 日本海軍は、千代田を、調査、老朽化が著しいため廃船が妥当と報告する。1927年2月4日、廃船任居、同年2月28日、廃船。千代田は、実感的として、撃沈処分されることになった。標的としての改造工事を実施。同年8月3日午前9時、埼玉湾に、昭和天皇と護衛の峰風型駆逐艦が到着する。 8月5日朝、埼帰湾には、連合艦隊の主力艦艇多数が集結していた。午前10時、おめし艦、山城は、埼帰湾を出港。同日午後、旧、千代田は、文後水道沖合で、空母放射航空隊及び、水上規模艦の塗料航空隊の爆撃演習の、実感的となり、沈没した。沈没位置は、北緯32度18分0秒。 統計131度56分15秒。戦議終了後、昭和天皇一行は、佐伯湾へ戻る連合艦隊各艦等と別れ、奄美大島へ向かった。長門に便乗して見学していた高松宮信人新王将尉も、配属先の比叡に戻った。その後、撃沈される前に取り外した千代田の環境は、海軍兵学校の号令台として使われていたが、 敗戦後撤去された日本海軍史第9巻第10巻の召喚履歴及び官報に基づくありがとうございます。